マントノンは、フランス、サントルイコールバルドロワール地域圏、ウールイコールエイコールロワール圏のコミューン、ウール川とボアーズ川の合流地点にある肥沃な谷に、一致している。マントノンは、ボース地方の最北端、自然区分上のパリボンチ地方にあり、ティメレ地方に隣接している。水道橋の廃墟我々は11世紀の文書の中で、初めてメステノンの名を見つけることができる。 1123年にメックスタナム、1150年にマイステノン、1257年にメインサノンである。この土地の法的地位は10世紀に領地に転換した。城の歴史は中世まで遡る。最初はモンフォール博の家臣の要塞として城ができた。10世紀から12世紀まで大勢の領主が継承した。現在の城は1509年以降に、 所有者、ジャン・コトローが主導して、ルネサンス様式で建設された。コトローは、ルイ12世、フランソワ1世、アンリ2世の下で、財務相監を務めた人物である。1530年にコトローが没すると、遺産のみならず周辺の土地も、義理の息子で、ランブエ領主のジャック・ダンジェンヌが相続した。彼の息子のルイ・ダンジェンヌが1562年に、 相続し、同時にマントノン男爵となった。ルイの相続人は、ビルレー・ダンジェンヌ公爵に資産を売却した。1674年12月、フランソワーズ・ダンジェンヌは、ビルロワ公爵と結婚した。フランソワーズは、シャルル・フランソワ・ダンジェンヌの女子相続人であり、彼女は、白とマントノンの称号を15万リーブルで、詩人ポールスカロンの未亡人に売却した。この時から、 スカロンミ防人、フランソワーズ・ドービニエは、マントノン公爵夫人と名乗るようになった。そのため、城は王の勇士によって多くの工事が行われ、飾り立てられ、王宮に近い建物となった。庭園を設計したのは、アンドレル・ノートルである。ジャン・ラシーヌが数多く瞑想に訪れていた場所には、ボーバンが手掛けた水道橋があった。 戦争やマラリアの流行のため水道橋建設は1688年に放棄されてしまい、完成することはなかった。3列の重なり合ったアーチでできた建物は、水源から組み上げた、ウール川の水をベルサイユ宮殿に供給するよう設計されていた。マントノン公爵夫人の死後、マントノンのドメーヌは、ノワイユケが相続した。公爵夫人の名である、フランソワー,ーズアマブルが、 フランス原水アドリアン・モーリスドの愛ユと結婚していたためである。亡命の途上にあったシャルル10世は1830年にマントノン城で一泊している。不仏戦争の1870年から1871年にかけマントノンはプロイセン軍に占領されていた。参照元、1962年から1999年までは複数コミューンに 住所登録をする者の,の重複分を除いた者。それ以降は、当該コミューンの人口統計による者。1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。